はい、皆さんこんにちは。ネット物販講師の黒沢です。特に独学で Amazon 物販をやられている方、商品リサーチして商品買い付けして販売して、ようやく販売できたと思ったら出品停止になってしまうっていうオチを体験してしまう方がかなり多いんです。その一番の原因が商標登録、要するにブランド名、ブランドの権利を侵害してしまうことによって起こってしまいます。今回は日本アマゾンでもアメリカアマゾンでも商品リサーチをしていたら、全く同じ商品が中国アリババにもあった場合、並びに中国アリババで買い付ける商材にブランド名が刻印印字されていた場合、どのように考えていけばいいのかという話をさせていただきます。この一本の動画をしっかりと腹に落としていただくだけでも、商品を販売した後出品停止になってクソーって地団駄を踏むような可能性がぐんと下がりますので、ぜひ最後までご清聴いただければ幸いです。1つ目、ご自身が日本でもアメリカでも商品を見つけて、それと全く同じものが中国アリババにあった場合、全く同じ商品、同商品を出すことができるのかという話についてなんですが、結論から言うと出すことができます。正確に言うと、Amazon には1商品1英進の法則というものが一応存在していて、全く同じ商品ならば1つの商品ページで出しましょう、2つも3つも商品ページ作っちゃダメですよって考え方があるものの、この商品とこの商品似てるんだけど全く同じかどうかっていうと、それを判別するのって難しいので、現実的には全く同じ商品でも複数のセラーさんがそれぞれのページで新規出品することはできます。一人で Amazon 物販始める方って、ご自身が買い付けようと思っている商材がすでに Amazon にあった場合、このページに相乗り出品しないといけないんだって思い込んでる方が多いんですが、それは間違いですので、まずこの点しっかりとご理解いただければ幸いです。さて、今回の本陣です。ご自身が買い付けようと思っている中国アリババの商品にロゴがついていた、ブランド名が刻印されていた場合は、何を調べてどのような結論を導き出せばいいのかについてなんですが、まずブランド名が印字刻印されていた場合は、ご自身が販売する国の商標登録データベースを調べる必要があります。アメリカアマゾンであれば USPTO という機関の TESS というシステム、日本であれば JPLATPAD というシステムを使って、そのブランド名を入力してパチパチパチっと検索すると、そのブランド名がすでに商標登録取られているのか、どのような商標登録取られているのか、どのようなカテゴリーで取られているのかっていうことが検索することができます。 ABC というブランド名があって、で、商標登録のデータベースで調べた時に ABC がボンとヒットした場合、ああもうダメだって思ってしまう方いるんですが、それも間違いです。商標登録というのはブランドの名前もしくはロゴの形と商標のタイプ、最後に類似群コード、この3点セットが合致していたら同じブランドだということがわかるんですが、どれかがずれていたら別物と考えるんですよ。具体的には、例えば ABC というブランド名は同じなんだけれども、商標のタイプが違った。商標のタイプってたくさんあるんですが、ざっくりと言うと文字商標とロゴ商標っていうのがあって、文字商標っていうのは、それがどのようなデザインであっても、どのようなフォントであっても効力を発揮するというものです。例えばカクカクで ABC と書かれていようが、滑らかに ABC と書かれていようが、とにかく ABC と印字刻印されていればいいということです。しかしながら、ブランド名も同じで商標のタイプが文字商標でしっかりと ABC と刻印されている場合でも、類似群コードが異なっていれば別のもの、全く関係ないものと考えるわけです。この類似群コードっていうのは、要するにどのカテゴリーでっていうことなんですが、例えばこの ABC という商標がバイクカバーのカテゴリーで取られていた場合、そしてご自身が買い付けしようと思っている商品がカバンだとかT シャツだった場合っていうのは全然違うカテゴリーなので、このブランド名は商標登録データベースにあるものの、そして文字商標で登録されているイコールどのようなフォントでもデザインでもとにかく ABC と刻印されていれば効力を発揮する状態であったとしても、カテゴリーが違うので ABC
というロゴが刻印されているこの商品を販売しても問題ないということになります。ちなみに文字商標以外には俗称としてロゴ商標と私が呼んでいるものがあるんですが、これは特定のフォントデザインのロゴマークだけが効力を発揮するっていうものです。よってこのデザインでロゴ商標を取っていたとすれば、別のフォントで ABC って書いてあれば、これとこれは別物ですねと、こっちはロゴ商標を取ってるけどこちらに関しては無関係ですよということが言えます。基本的には文字商標、英語だとスタンダードキャラクターマークというんですが、こちらの方が汎用性があるかつ効力が広い範囲に及ぶので、文字商標で商標登録を取る方が多いです。そしてこっからがさらに分かりづらいところなんですが、例えばこの ABC というブランド名も商標タイプも類似群コードも全て完全一致していた、つまりご自身がこれから買い付けようと思っている中国アリババの ABC というロゴがついているカバンだったり T シャツが NG だった場合でも、もしロゴなしの同じ商品を買い付けることができるのであれば、ロゴなしであれば出すことはできます。多くの人が商標登録って商品を守っているものだと勘違いしているんですが、あくまでも商標登録っていうのはこの特定のブランドがついている商品を守っているだけで、商品自体のデザインや形状を守っているわけではありません。商品自体のデザインや形状を守るのは意匠権というものになりますから、このブランド名が商標的に NG であった場合、ロゴなしの同商品を買い付けられるのであれば、こちらを出品することはできるということです。ただしロゴがあろうがなかろうが、すでに同じ商品が自分がこれから販売しようと思っている Amazon のプラットフォームに存在しているのであれば、わざわざ同じ商品を出す必要もないわけですよね。よってロゴなしであれば出せる状況であっても、すでに販売されている商材とはちょっと違う類似品に我々の方から一歩ずらして買い付けを行った方が良いです。新規出品同士なので商品ページは違えど、全く同じ商品が2つ並んでいたら、やっぱり以前から出していて、それこそレビューもいくつかついているこちらの商品ページの方が強いわけじゃないですか。強いってことは差別化するために価格を思いっきり下げるだとか、何かしらの対処方法を行う必要がありますので、結局商品ページは別なもののバトルロワイヤル的な状況になってしまいますから、だったらこれと被せて出さないで類似商品にくら替えするって考え方の方が現実的であり戦略的かなと思います。今回の話まとめます。ご自身が買い付けようかなと思った商品を調べてみたら、アメリカアマゾンとアリババで全く同じものがあった、かつブランド名が刻印されている、ロゴが刻印されていた場合はどのように調べていけばいいのか、そしてどのように判別していけばいいのかという話について順を追って説明させていただきました。ご自身が出品する際に危ない橋を渡る必要はないよねっていう考え方で商品リサーチ慎重に進めていただければなと思うんです。ブランド名や商標タイプ類似群コードを調べていて、よくわかんないなって思った時は、初めからブランド名が刻印されている商材は買い付けないようにした方が無難ですし、今回説明させていただいた通り、ロゴがついていなければ、すでにアメリカアマゾン、日本アマゾンで売ってる商品と全く同じものでも出品はできるものの、競争を考えると、あえてわざわざ全く同じ商品を後出しじゃんけんで出す必要もないかなと。こういった部分の判別っていうのが商品リサーチ初心者の方、未経験者の方、なかなか難しいと思うんですが、とにもかくにもよくわからない場合は手を出さないようにするっていう考え方で進めていくのが一番要になると思います。なぜならば中国アリババ5万と商品があるわけなんで、一つたまたま見つけた商品を絶対に出さなきゃいけないってことはないんですよね。どうしても一度自分が見つけた商品に対しては愛着、思い入れが湧いてしまって、絶対これ出してやろうと思ってものすごく主観的に突っ走っていってしまう方が多いですが、たくさん商品があるので、これはやめとこうか、よくわからない、判別できないし危なっかしい気もするからやめとこうって考えた方が精神衛生上非常に有益な英断有断になりうるかなと思います。今回の動画少しでも参考になったなって方、よろしければ高評価チャンネル登録いただければ幸甚です。最後までご清聴くださりありがとうございました。